お世話になります、ひとりでございます。今現在8種類のサトシのピカチュウが順次公開されてると思いますが、そのうちの最新のねピカチュウの情報が公開されましたので共有させていただきたいと思います。今回解禁されたのはカラス地方のピカチュウでございます。もう私はこの頃ねポケモンのアニメとかゲームとか一切やってなかったんで、もうカラスという言葉自体に馴染みがないんですが、まあそれを置いといてね、まあ、早速やっていきたいと思います。まずやり方としてはいつも通りですね、不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取るでシリアルコードで受け取るですね。はい、今回ですね私 DM くださった方もいたんですけど、予測して当てた方も海外でいたらしいですね。そんぐらい分かりやすいストレートなシリアルコードとなっております。 KAL0SP1KA とこれでカロスピカですね。今までピカアドバンスだったりピカベストウィッシュとかもあったりしましたから、そこから予測してやったんでしょうね。確かにこれは予想できますね。まあそんな感じでやっていきましょう。はい、贈り物を探していますでビューンってなって、カロスキャップのピカチュウでございますと。はい、いつも通り馴染みの光景がビューンと、もうこれ何回見たんだやつ話なんですけど、はい、これ出てきて、あ、これ結構本当にシンプルですね。なんかむしろ初期みたいな感じっていうか、なんか昔のデザインっぽいデザインですね。実際の初期のやつとは全然違うんですけどね。はい、じゃあ見ていきましょう。またあれですね、まあ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 4まあまあですので8まあですね。全然本当に個体値がひどいないつも。まあとりあえず中身見ていきましょうか。はい、いつも通りですね、ピカチュウ親サトシのレベル25のオスでございます。なんかすげえシンプルですよね本当に。このデザイン日の丸意識してるんかなっていう感じのデザインで、本当めちゃめちゃシンプルなデザインですね。で今回は帽子のツバが白になってるというね、結構でもデザインとしては違うのか。今まではこのような感じでツバ赤でしたから、全部こんな感じでね、はい、これもう全部赤でしたから、だから画期的なのかな。まあいいとして、見ていきましょう。特性静電気でございます。静電気を体にまとい触った相手を麻痺させることがあるという、全く同じでございます。10万ボルト電光石火アイアンテールエレキネットという感じで、技もね全く一緒ですね。で頑張り屋な性格、ここも全く一緒なんですね。2021年4月1日、これは全く間違ってます。ポケモン番組でレベル25の時に運命的な出会いをしたようだになっておりますと。クラシックリボンでポケモンが大好きなことを証明する記念リボン、つけた時の名前ポケモン付きのピカチュウでございます。もう全く一緒なんで、もう全く説明する必要もないようなことですね。はい、ということで今回はカラス地方のねピカチュウをゲットさせていただきましたと。これで6種類目でですね、なのであと2種類残っております。まあこちらの2種類もね別の動画でまたねあげようかなと思ってるんですけど、まあわかんないですけどね。まあ多分10月以内には全部配信されると思いますので、私のチャンネル要チェケラでございます。なお配信期限については11月30日月曜日の23時59分でございますので、まあ結構ね余裕ありますので、まあ暇な時にでもやった方がいいんじゃないかなと思います。つかこんな1ヶ月ぐらいずっとピカチュウ配信され続けてますから、ピカロスには絶対にならなそうですね。